えー皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけども、まこさま小室圭さんがね、ついに結婚されまして、記者会見がね、午後2時からあったんですかね。まあ、僕はちょっと仕事の都合上、リアルタイムでは見れてなくて、先ほどね、ちょっと見たんですけど、なんか、結構あっさり終わっちゃいましたね。30分ぐらいの記者会見っていうけども、やっぱりその質疑応答っていうのを文書で回答する追加質問も一切なしってことやから、10分ぐらいかな。もう本当に結婚報告みたいなことをだけして終わりっていう感じでしたけど、まあ、でも荒れてますね、今回のこの記者会見っていうのは。 いやもちろんこの会見っていうのはリアルタイムで見られた方っていうのもたくさんいると思うんですけど、まあ僕の思った感想っていうのは、まあゴミみたいな会見でしたね。まあただそれだけかなっていう感じで、まあうまいこと逃げ切ったとは思いますけど、いやなんか掘り返してお話するまでもないかなみたいな。あくまで僕が感じたことだけですけど、まあお二人はその自分たちの結婚を賛成してくれる人には感謝するけども、まあ他の人は無視でいいかなみたいな。 ま、小室圭さんのあの金銭トラブルに関しても、小室文書で発表してんだから、あれが全部やし、解決金も払うって言ってんのに、なかなかそのタイミングが合わへんだけやから、今止まってるだけですよ、みたいな。お母さんが、もっと婚約者と会うのは、ドクターストップがかかってるから会えないって言うけども、いや、ほんまかよっていうことだとちょっと思ったりはしましたけどもね。まあ、あとはその国民は別に正当な批判をしてると思うんですが、ま、それを全部誹謗中傷だっていうふうに思ってしまうような脳みそになっちゃってるっていうのは、正直救いはないかなって思いますね。だって、誤った情報が、その、拡散されて、それがあかも 真実かのように言われてることに対してすごい恐怖心があるっていうけども、じゃあその間違ってる部分は一体何なのかっていうことは発表されないわけですから、そもそもこの溝を解決する気とか説明する気なんて一切ないのかなっていうふうに感じてしまうんですよね。逆に言ったらこの記者会見っていうのはその間違ってる部分を訂正するような場なんですよ。そこでも間違ってます。でもその箇所は言えません。そうやって言うから新たな間違った情報が事実であるっていうふうになってしまうんじゃないんですか要するに誤った情報はこれと指摘できひんやったら、 実際全部事実なんでしょとそれを誤った箇所があるみたいなね嘘ついて逃げ切ろうと思ってんじゃないんですかって思われても仕方ないってことですよまああともう一つだけ思ったことはその眞子さまが主体でその小室圭さんの行動っていうのを言ってたっていうふうに言ってたじゃないですかということはやっぱり皇室特権を使ってたってことですよねロイヤルパワー発動してたってことですよねまあ留学の援助というのは眞子さまはしていないというふうにおっしゃられてましたけど周りには圧がかかってんじゃないですかやっぱり 眞子さまのフィアンセが海外に留学しようとしているでもお金がないじゃあお金どうするんですか援助するんですか眞子さまはしませんとでも私のフィアンセは留学するんでよろしくお願いしますねって言われたからもうしぶしぶ分かりましたってことで留学費用なんかが出てしまったんじゃないですかだから眞子さまは援助しなくてもその圧力だったりロイヤルパワーで結局は援助されてるわけじゃないですかだから私はお金出してませんとかそういうレベルの話じゃないんですよね とまあ僕がこの記者会見見て思ったんってこれぐらいしかないんですけど、っていうかまあほぼこれが全部なんですが、昨日の記者会見の段取りの変更から、今日のこの会見の記事のヤフーコメのあれかと異常っすよね。もうだって数々の記事でこの結婚問題についてのコメントできなくなってますからね。そのコメントができないことがもうニュースになってたレベルですから。 今日の二人であの会見見たら、さらに炎上するのはなんか間違いないかなっていう感じですよね。と、まあこんな感じで会見終わったんですが、まあその次にね、あの事前にもらった質問っていうのを文書で回答するってことで、なんか手紙渡して終わったじゃないですか。これも前日に急遽質問にあの口頭でね、回答すると、なんか恐怖心とか強い衝撃っていうのを思い出しちゃうから、文書になりましたみたいな。 いやいや、前日にいきなりさ、質疑応答もせんと文書で回答するって言われて、強い衝撃を受けたのは国民の方やねんけどっていう風に思ったんですが、まあきっちりあの段取りの通り、会見終わってそのまま文書渡して去ったみたいな感じでしたよね。じゃあこの質疑応答の文書もさっき読んだんですけど、まあまあぶっこんでるのありましたね。まあそれがこの日本雑誌協会がね、出したやつなんですけど、ちょっと長いんですが、回答文書の全文っていうのがあるんで、ちょっと読んでいこうと思います。 国内記者会と日本雑誌協会、日本外国特派員協会が事前に提出した質問5問に対する小室夫妻の回答文書の全文は次の通りと。はじめに、この度、国内記者会より3問、日本雑誌協会より1問、外国報道協会より1問、質問をいただきました。いずれの質問も丁寧に考えてくださったものと思います。ただ、これらの質問の中に誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねない質問が含まれていました。 このことに衝撃を受けるとともに、このような質問に会場で口頭でお答えすることを想像すると、恐怖心が再燃し、心の傷がさらに広がりそうで、口頭で質問にお答えすることは不可能であると思いましたと。まあ、これを言われた国民が衝撃を受けたんですけどもね。 誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねない質問をいただいたことは誠に残念に思いますと。まあ、これもあの会見で言ってましたが、どこの部分が間違ってたのかっていうのは言わないんですよ。だから実際はそんな嘘なんてないのに、こうやって誤った情報がありますみたいな感じで、被害者ぶろうとしてんじゃないんですかって思われちゃうわけですよ。えー、では、宮内記者会の質問からですね、えー、1つ目。 お二人にお伺いします。マコさんと小室圭さんは婚約内定から4年余りを経て結婚されました。一連の結婚の儀式は行われず、皇室を離れられる際の一時期も受け取らない異例の形となりました。今の心境とともに、これまで心の支えとされてきたことについてお聞かせください。結婚にあたり、ご両親やご兄弟、天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻から、どのような言葉があり、どのように受け止められていらっしゃいますかと。 これに対して、ま子さんは、今の心境としては、結婚できたことに安堵しております。これまで心の支えとしてきたのは、お互いの存在と私たちを変わらずに、励まし応援してきてくださった方々の存在です。結婚にあたっていただいたお言葉と、私がお言葉をどのように受け止めているかということについては、私の心の中に大事に留めておきたいと思いますと。 えー、小室圭さんは、まこさんとは3年間も会っていませんでしたので、帰国してまこさんに会えたとき、とても嬉しかったです。そして本日結婚できたことを幸せに思っています。長い間離れて過ごしてきましたが、まこさんが同じ気持ちを持ち続けてくださったことに感謝しています。私が心の支えとしてきたことは、まこさんと日々連絡を取り合う中で、いろいろな気持ちを共有できたことですと。結局は応援してきてくださった方、励ましてきてくださった方、ありがとうございましたっていう感じでしょ他の人はまあ知りませんみたいな感じじゃないですか。 で、言われた言葉も心の中に大事に留めておくと、なんかこれもね、あの、婚約会見の時もそうでしたよね。二人ともが、天皇陛下に言われたことなんですかみたいなことやったんですけども、心の中に留めておきます、みたいな。まあ、今回も同じような感じであると。まあ、別にこれはいいですよ。 二つ目、まず、マコさんにお伺いします。マコさんは30年過ごした皇室を離れ、民間人となったことへのお気持ちをお聞かせください。皇族の立場はご自身にとってどういうもので、特に思い出に残っていることはどんなことでしょうかまた、小室さんはアメリカで就職しましたがお、お二人はこの先どのような環境でどのような家庭を築いていくことを希望されていますかまた、それはいつ頃から相談して決められましたか 期待や不安そしてまこさんの就職や将来の夢などを含めてお聞かせくださいお二人は今後元皇族その夫として皇室とどう関わっていこうつもりでしょうかとこの最後の部分はねちょっと気になりますよね それに対し、て眞子さんは、本日の午前中に皇室を離れてから間がありません、民間人となったことへの気持ちは、おそらく早くても今日という日を終えて、明日という日を迎えてから感じてくるものではないかと思いますと、なるほど、数時間でどのような気持ちかということについてお答えするのはなかなか難しいです、私にとって皇族の立場は、たくさんの人から助けられ、見守られ、支えられ、温かい気持ちをいただくことで成り立っているものでした。 後続として過ごした時間は数々の出会いで彩られています一つ一つの思い出が宝物で特定の思い出を選ぶことはできそうにありません私の今後については私的なことですのでお答えを控えたいと思いますが心穏やかに過ごすことのできる環境で温かい家庭を築くことができればと思います ただ、これについては相談して決めたということではありません。これからは穏やかな気持ちで生活できることを期待しております。新しい環境に入るのですから不安は様々あります。一番大きな不安を上げるのであれば、私や私の家族、K さんや K さんのご家族に対する誹謗中傷はこれからも続くのではないかということです。 私と K さんが元皇族とその夫として皇室とどう関わっていくかというご質問についてですが私がお伝えできるのは一人の人として皇室の方々のお幸せをお祈りしたいと思っているということですと小室 K さんはこれから真子さんと一緒に暮らしていく中でその日その日を大切にして温かい家庭を作りたいと思いますそして真子さんが居心地がいいと思えるような環境を作れるよう引き続き精進したいと思いますお付き合いを始めた当初からずっとそう思ってきました最後のご質問ですが私も真子さんと同じ気持ちですと ま、この質問に関してはもうこのマコさんの性格の問題かなって思いますね。今後の生活での一番の不安が自分たちの家族に誹謗中傷が続くんじゃないかっていうことなんでしょうじゃあ続かせへんようにするのが今回の会見だったと思うんですけどね。というかあなたの旦那さんの家族の疑惑がほとんどやねんからなぜ旦那はだんまり決め込んでたんだっていう話なんですよ。特に一番の元凶は旦那のお母さんですよ。旦那のお母さんの金銭問題がひどすぎるんじゃないですか。 それを、ひどいやんって言ったら、誹謗中傷っていう風に捉えられたらさ、もう無理やって、こんなもん。 正当な批判に対する答えもないのに、自分たちは被害者ですみたいな感じで言うのはちょっとおかしいと思いますよ、僕は。で、まあ今後の皇室の関わりに関しても、別に関わらないっていうふうに明言されてないので、まあ関わっていくんでしょう。これは宮内庁秋篠宮様の方でも、その一切もう関係を立つみたいなことも言ってないし、援助しないってことも言わへんから、裏できっちりそういったパイプは出来上がってるってことだと思いますけどもね。そういうのをやめろっていう話をしてたんですけどもね。 で、三つ目、お二人にお伺いします。小室家をめぐる金銭トラブルについて、秋篠宮さまはこれまで小室さんに相応の対応と見える形での対応を求められました。その求めをどのように受け止め、どの程度答えることができたと考えていますかお二人の結婚に今も否定的な報道やインターネット上の書き込みがありますが、お考えがあればお願いします。宮内庁は、まこさんが複雑性 PTSD と診断されたことを公表しましたが、公表を望まれた理由をお聞かせください。これまでご体調とどう向き合い、お二人でどのように話し合われてきたのでしょうか現 現在の体調も併せてお教えくださいと。えー、これについて眞子さんは父を求めをどのように受け止めたかはその後の私たちの対応に反映されています私たちは精一杯対応してまいりましたがどの程度答えることができたかについては対応をご覧になった方が判断されることかと思いますと否定的な報道やインターネット上の書き込みについてですが誤った情報がなぜか間違いのない事実であるかのように取り上げられ言われのない物語となって広がっていくことには強い恐怖心を覚えました 複雑性 PTSD については結婚との関係で公表することを決めました。現在の体調は決して良くありませんが、周りの方々の助けにより何とか今日まで過ごしてこられました。K さんも私の体調を心配し支えてくれていますと。 えー、小室圭さんは、これまで精一杯対応してまいりましたが、どの程度答えることができたかについては、私が判断できることではないと思います。私たちの結婚に性的な考えがあることは承知していますが、これからは二人で始める生活を大切にしたいと思います。眞子さんの体調が早く良くなるよう、自分ができる限りのことをして支えていきたいと思いますと。 ま、という感じなんで、まあ、この二人は対応はきっちりしてきたと、それをどう捉えるかは受け手の判断、つまり国民サイドで決めてもらって結構だってことですね。だからこれ聞いてくださってる方で、このマコさん、小室圭さんの対応がバッチリできてるっていうんだったらもうそれでいいと思うし、いや、ふざけんねお前ら何もしてないやんけっていうんだったら、お前ら何もしてないやんけっていう声を上げていいんじゃないかって思いますけどね。だってそういう風に思っていいっていうことでしょ、これ。ただま、小室圭さんのこの回答については、ちょっと舐めてますね。 私たちの結婚に否定的な考えがあることは承知しているっていうけども、いや、お前らの家族の問題が全ての元凶やんけみたいな。それをさ、なんかあたかも他人事みたいな感じで話すてどうかしてると思いますよ、これ。と、まあ、これが宮内記者会の質問3本だったんですが、まあ、多少はね、まあ、聞きたいこともあったのかもしれませんが、 まあやっぱりね、当たり障りのない。むしろ結婚後についてどう思ってますかとか、今の心境どうですかみたいなことばっかりだったなっていう気がするんですよね。で、次のこの日本雑誌協会の質問、たった一問しかないんですけど、ここがね、なかなかぶっこんだとは僕は思いますね。 内容が今回のご結婚は秋篠宮様が望まれた多くの人が納得し喜んでくれる状況には至らないと判断されたことから関連儀式は行われないことになりました納得と祝福が広がらない理由には1小室さんの母親の金銭トラブルが解決されていないこと2小室さんの経歴に皇室利用と受け止められない事柄があることだと考えますと1については小室さんは母親の元婚約者の方と直接交渉をするお考えがあるとのことですが 発端となった金銭トラブル、またすでに刑事告発されている小室さんの母親による遺族年金の不正受給の疑惑について、現在の状況を詳しくご説明ください。また、公師職大部は今年4月、これまでの対応について、真子様が相談に乗られてきたことを明らかにしましたが、具体的にどのような条件をなさったのか教えてください。また、納得と祝福につきまして、真子様小室さんご自身は現在の状況をどう捉え、 どののよううなお気持ちを抱かか。れているのでしょうかこれがまあ一つ目なんですかね。で2について、まあこれが、えー、と経歴の交通量ですね。は、小室さんの留学先である米フォーダム大学が公式サイト上でプリンセス・マコのフィアンセと紹介したことがありました。関連して本来は法学部の学位を所有している人に入学資格がある。 LLM コースに法学部を卒業していない小室さんが入学したことや学費全額免除の奨学金を受給したことなどから婚約者として特別な待遇を受けたのではないかと疑念の声が上がっていますこの点を小室さんはどうお考えですかまた眞子さまは小室さんがフィアンセとしてフォーダム大学に入学することを容認しておられたのでしょうか まあ、これが質問内容なんですけど、まあ、聞きたいことって、ぶっちゃけこれですよね。その刑事告発してるっていう部分までもちゃんと触れてるっていうのは、あ結構意外やったなと思って、個人的にはなかなかぶち込んでくれたなっていうふうに思うんですが、どうやらこれがアウトやったらしくて、この質問が誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねない質問であるから、口頭で回答するのをやめて文書にするっていうふうなきっかけになった質問らしいんですよね。では、その文書の回答ですよね。えー、小室眞子さんから、1に関する質問についてお答えしますと、1は、えっと、あれですね、 人線トラブルの解決ですね。 は、すでにお話しした通り、K さんのお母さんの元婚約者の方への対応は私がお願いした方向で進めてもらいました。具体的な助言については数多くありましたが、それらをこの場で羅列するわけには参りませんので、お答えすることは控えます。納得と祝福については、それぞれの方のお気持ちがあると思います。ただ、私たちは厳しい状況の中でも変わらずに、私たちを応援してくださり、今日という日を祝福してくださっている方々に感謝しております。そして根拠のない多くの厳しい批判にさらされてきた K さんが、私と結婚するという意思を持ち続けてくれたことに 感謝しています私との結婚を諦めれば、K さんは、これだけの根拠のない批判に数年間にわたってさらされ続けることはなかったはずですと。つまり、方針は私が決めたけども、具体的な内容は言いませんよと。で、ここでも言ってますよね。応援してくださったたた方ありがとうございいましたみたいなだからそういう自分にとって都合のいい人にだけありがとうっていう気持ちが、なんか僕はね、ちょっとおかしいんちゃうかなって思ってしまうんですよね。でで次も変ですよね結婚諦めたら 根拠のない批判に数年間さらされ続ければなかった。いや、そんなことないですよ。小室さんがちゃんとこの疑惑に対してきっちり説明をすれば、なんてことなかったんですよ。それをうやむやにさ、むしろ、だんまり決め込んで逃げてたからこんなことになってるだけの話でしょ。要するに最初は小さな火種になったのかもしれんけど、その火種の時に水かけて消しゃええのを、その火種を放置した結果、山火事になってもう手がつけれなくなったっていうだけの話じゃないですか、こんなもん。それで山火事になってんのは私たちのせいじゃないって言っても、いやいや、火種を消せよ最初にっていう話ですよ、こっちからしたら。 で、続いて2に関する質問についてお答えしますと。まあ、これは公室利用の方ですね。え、K さんがフィアンセとしてフォーダム大学に入学しようとしたという事実はありません。あ、そうなんですね。もうこれは完全に嘘であると。つまり大学の方での紹介っていうのは大学側が勝手にやってんで私関係ありませんってことですね。で、続いてが問題の小室 K さんなんですが、まあ、その回答ですね。え、1に関連する質問についてと。えー、母親の金銭トラブルですね。 これまでの出来事に対する思いでお話したことと回答が重なる部分があります。私の母と元婚約者の方との金銭トラブルと言われている事柄について、詳しい経緯は本年4月に公表した通りですと。まあ、あの小室文書通りであると。元婚約者の方には公表した文書でも書いたように、これまでも折に触れて私と私の母からお礼を申し上げており、今も感謝しておりますと。なんかこれは会見でも言ってましたよね。 え、母と元婚約者の方との話し合いは、元婚約者の方が指定なさった週刊誌の記者の方を窓口として行われてきました。この記者の方に対応したのは、私の母の代理人弁護士です。本年4月に解決権をお渡しすることによる解決をご提案したところ、母と会うことが重要であるというお返事をいただきました。しかし、母は精神的な不調を抱えており、元婚約者の方と会うことにはドクターストップがかかっています。そのため、私が母に代わって対応したいと思い、母の代理人弁護士を通じてそのことを お伝えしましまた元婚約者の方からは元婚約者の方の窓口となっている週刊誌の記者の方を通じて前向きなお返事をいただいています解決に向けて私ができる限り対応していきたいと思っています解決金を受け取っていただきたいという気持ちは変わっていませんそして次遺族年金の不正受給についてはそのような事実はありませんこれだけなんですよいや証拠は遺族年金を不正受給していると物語ってんですけどね だからもしかしたら小室圭さんはこの遺族年金もらってるのはもらってるけども不正受給だっていう認識がないのかもしれないですよね小室佳代さんは認識あると思いますよだって事実婚っていうのを隠そうねっていうメールの証拠も出てきてるわけですからねだからもしかしたら小室圭さんはこの事実っていうのを気づいてないだけなのかもしれないでもこれ弁護士の卵やからわかると思うんですけどねあなたが受けた元婚約者の金銭援助っていうのは遺族年金の不正受給の証拠そのものじゃないですか だから弁護士という職業や、ね、なんかその辺をね、ものすごく安易に考えているというか、認識はなかったのかもしれんけど、お母さんの刑事告発に対して、この一文で終わるっていうのもね、僕はどうかと思いますけどね。で、続いて2に関連する質問にお答えしますと、ー室利用の方ですね。私がー室利用をしたという事実はありません。婚約者としての特別な待遇もありません。フォーダム大学には入学資格は法学部卒業生だけでなく、それと同等の法学教育を受けたことと規定されています。私の場合は、 フォーダム大学ロースクールがロースクール入学以前に終了したロースタディーズを認めたため申請が受け付けられました。 学費全額免除の奨学金については私が提出した成績を含む総合的な評価に基づいて決まりました。入学選考において私がプリンセスマコのフィアンセであるとお伝えしたことはありません。日本のメディアから大学に問い合わせが来る可能性があり、ご迷惑をおかけするかもしれないという状況については、入学決定後に説明をいたしました。大学のホームページでの記載については、状況を総合的に踏まえた上で大学が判断したことでしたと。と、まあ大学の入学に関しても、まあ別に問題ないって言ってるんですけど、 これでも確かビジネススクールで取った単位っていうのをロースクールで取ったっていうふうに詐称したんじゃなかったでしたっけ だからそういう著証的なこともあれば、その方学の勉強っていうのもちゃんとしてないのに、学費が全額免除。で、マコさんが留学を進めたってことを考えれば、やっぱりここにもロイヤルパワーがめちゃくちゃ働いた可能性があるって考えるのが普通の話かなと思うんですよね。で、入学選考においてもプリンセスマコのフィアンセっていうことは伝えてないって言うけども、その就職のさ、その経歴書の中には、マコさんのフィアンセであるってことを書いてたはずなんですよね。普通履歴書にさ、自分の恋人のことなんて書くことないじゃないですか。でもそれを小室さんは書いてるんですよ。 それも含めてね、結局は大学の判断なんですよって言われても、いやいや、その前の経歴詐称の部分っていうのをちゃんと説明せんごとには、皇室利用と捉えられるって話ですよね。で、最後は在日外国報道協会の質問なんですけど、え小室眞子様に質問します。ご婚約がメディアでメーガン妃と比較されるなど、大きな物議となっていることをどのように思われるでしょうか。今はご結婚されるところですが、ニューヨークでのご計画は終わりでしょうか。オプラ・ウィンフリーさんのような方からテレビインタビューに応じる気持ちはあるのでしょうか。と、まあこれが英語版でも質問されてるんですが、 この質問には英語版と日本語版でいただきました、英語の質問で使われているスキャンダルには不祥事という意味もありますが、私たちの回答ではスキャンダルは物議という意味であるという前提でお答えしますと。 今回の出来事が仏器となったのは、誤った情報がなぜか間違いのない事実であるかのように取り上げられ、言われれない物語となって広がったからだと考えます。このことには、恐怖心を覚えるともに辛く悲しい思いをしました。比較されていることについては思うことは特にありません。先ほどいただいたご質問への回答と同様に、今後の指摘なことについてはお答えを控えたいと思いますが、現在のところインタビューに応じることは考えていません。 新しい環境で心穏やかに生活を送りたいと考えていますとまあ最後の部分に関しては外国からしてもいやだからその間違ってる部分が一体どこなのかっていうのを指摘せんことにはその疑惑晴れることないと思いますよっていうので完璧に論破できてしまうと思うんですよね言うても海外ではこんな日本のように忖度されることはないですから正直はぐらかしたり回答を控えるっていうのを続けると鋭い指摘が追われるっていうのは間違いないというふうに思いますけどもねはい まあこんな感じでちょっと長くなってしまったんですが、質問に対するね回答の全文がね出てたんで、ちょっとご紹介させてもらったんですけど、やっぱりこの4番目の雑誌記者の質問っていうのが、結構ぶっこんでたなっていう印象がね強かったですよね。で、まあ、あとはその当たり障りのないというか、その記者会見でお2人の口から話されたことっていうのが、結構重複してる部分もあったのかなと、だから今回のこの記者会見の中では、この雑誌記者の質問っていうのが、一番興味がある方が多かったのではないかと。 実際さ、刑事告発されてる部分に関してもどうなんだっていうことも触れてたっていうのは、僕はかなりね、評価が高かったんですよね。それに対する小室圭さんの答えっていうのが、そんな事実はないって言って終わるっていうだけだから、質問のその詳しく状況を説明してほしいっていうことに関しても、触れてないんじゃないかなっていうふうに思ってしまいましたね。まあでも実際、刑事告発してる篠原さんの方では、がっつりその証拠も押さえてるってことやから、 ホムロ刑事さんは知らなかったのかもしれんけど、不正受給の事実はあると思うし、それだけじゃない。傷病手当の不正受給までも、その刑事告発の対象に入ってるから、二人が考えてるよりも、お母さんの状況はまずいとは思いますよ。で、二人はもう今日一般人になったわけですから、もう本当に宮内庁や皇室もう忖度なしで、まあ、このことに対しては警察もがっつり捜査、ついに進めてほしいなっていう風に思いましたね。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録や他の動画見ていってください。以上です。ありがとうございました。